皆さんこんにちは。今日はですね、楽譜レビューシリーズ第2弾ということで、先日、新しくですね演奏動画をアップした小野かおるさんの曲集からジャズアフェクトの楽譜レビューをしていきたいと思います。先にねちょっと説明をしておくと、小野かおるさんの楽譜って、まあ、結構シリーズが出てて、今回私が使ったのはこの青い背景の本なんですよ。番号で言うとボリューム35、まだステージ01シリーズの楽譜ですね。今もうこの楽譜自体は絶版、作ってないというか売ってないなんですかね。なんで多分手に入るとしたら中古になるんじゃないかなと思います。でもね、小野さん実はEL02 の、 ステージ02世代になってからも楽譜を出してて、こちらにですね進化版でジャズアフェクト全く同じ曲入ってますので、ほぼ同じです。で楽譜を見てもですね、ちょこちょこメロディーの、いわゆるソロにあたるようなメロディーの部分がこの2個のね楽譜の中で変わってるだけで、曲の大半の部分は全く変わってないので、まあどっちでも大体一緒のことが言えるのかなと思います。今回はこっちを主軸にした弾いてみた感想ということでレビューをしていきたいと思います。で今回もですね、曲の難易度について、それから難しいポイント、まあ、練習のポイント、あとは、こんな人におすすめだよというのをお話ししていきたいと思います。まず曲の難易度についてなんですが、これ以前も説明した通り、そもそもこのエレクトーンの売ってる市販の曲集っていうのは、まず曲集自体の難易度があります。ここに書いてある通りね、このグレードというので区分けがされてて、その中で言うと5から3級っていうのは一番、まあ、難しいと言われているところになります。でさらにその中でも難易度がですね星3段階で分かれるんですけれども、今回は、このジャズアフェクトはね星2つですね。なので、いわゆるこの楽譜を売る人たちが楽譜を売る人たちが山ですよね、が定めている難易度的には前回のボーカライズと同じになります。前回も5から3級の難易度星2つだったので同じですね。実際に弾いてみた感想でいうと、この、まあ、5から3級の星2つ難易度の中でも、どっちかっていうと優しめな方かなという気がします。でそれはなぜかというと、このハウスですね、このジャズアフェクトっていうのはハウスと呼ばれるですね、比較的なんていうのビートがしっかりしてる、もう4ビートゴン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 って刻んでいくようなテイストになってるので、足が全然難しくないんですよ。多分足のレベルでいうと6級とか7級とかでもこういうのあるんじゃないかな。本当にね一番細かい音符が4分音符、ちょっと一部16分音符刻むとかありますけどね、ほぼ全部4分音符なので、足のパートだけ考えたら全然難しくないんですよ。でしかも左手、いわゆるコードを弾いてる方ですよね、のところもですね、16部で、ま、なんていうんですかね、こう拍を一呼吸前で入るっていうところが結構あるんで、そこを右手に釣られないようにするのが大変以外はですね、左手も簡単なんで、右手以外の部分を考えると結構すぐできちゃう人が多いんじゃないかなっていう印象があります。だってね中間のどんどん盛り上がっていくとこなんで、これまあちょっとですけど、これ左手の部分、これ足の部分、もう全然難しくないでしょ。ただ右手がねやっぱりこう細かいし、このいわゆるジャジーな雰囲気を出していくための弾き方っていうのがすごく難しいんで、まあ、やっぱり5から3級っていうのは妥当なんだろうなという気がしていると。そうでもね、そういう意味で難しいポイントがすっごい分かりやすいので、練習は少なくとも楽だと思うんですよね。もうさっさとベースと左手でノリを作っちゃって、その後に難しい右手をどう乗せていくかを考えるっていうことさえすれば、結構早く練習もできるんじゃないかなと思います。結構、まあ、特にバッキングはそうですけど、メロディーも繰り返しが多いという意味では、一箇所ね弾けるようになったら結構曲全体としての何て
仕上がり度も上がっていくというか、なのでそういう意味でも、まあ、難しさはありつつも練習がしやすい曲かなと思います。そして難しいポイントね、これはですね、右手です。どことは言わず右手が全部難しいと思っておいていいかなと思います。この曲の特徴としては、とにかく16分音符でどんどん、なんていうのか、頭拍の一瞬手前から入っていくっていうのが多いんですよね。ターンターンターンってこうね、わずかにずれて入っていくっていうのがめちゃめちゃ多いんですよ。なのでそれに慣れてないと、例えば私もそうだったんですけど、もともとクラシックの出だとか、あとポップス系のいわゆる J-POP とかの8ビートのやつばっかり弾いてたとかいう人はね、ちょっとそこはすごく難易度が高いかもしれない。なんか気がついたら頭拍に自分が弾いてるのが戻っちゃってたりとかするんですよ。なんでそれをね、16でちゃんと前に入るっていう練習をしないと、なかなかうまく弾けるようにはならないかなと。であとはその16分音符で左手と右手、特にピアノの音なんでずれたらすごい分かるんですよ。なので左手と右手をうまくそこを合わせていく、リズムをかっちりはめていくっていうのがなかなかね、難しい人には難しいと思いますね。私は苦労した方です。今までにそういう音楽ジャンルを結構やってきてるみたいな、フュージョンとかバリバリ弾いてきてますよみたいな人にとっては、なんか何を今更っていう感じかもしれないですけど、慣れてない人はちょっとだいぶ苦労するんじゃないかなと思っています。あとはとにかくピアノの音が非常に多い、中間部とかトロンボーンとかね、音入ってるんですよ。でピアノの音が多いので、やっぱりリズムをかっちりはめるとこははめて、で崩すとこは崩すっていう、このメリハリをつける練習っていうのが上手くなるためにはより必要になるのかなと思います。私は非常に太くてなんですけど、できる人がかっこいいなと思いますし、実際にね、これ小野さんが演奏してるやつも多分動画とかね、ネット探したらあるんですよ。なんでそういうのを見ながら、こうよりかっこよくなる感じに研究していくっていうのが、まあ難しくもあり楽しいところな曲かなと思います。こんだけ初めてこんなのやる人には苦労するかもしれないと脅しといてあれですけど、こういうハウスとかいわゆるそのダンスミュージック的なものが初めてな人には私はすごくおすすめしたいと思います。まずね、この曲の何がいいって、とにかくね、乗ってられるんですよ。冒頭からもガンガンダンスイエーイみたいな、いやなんか説明が難しいんですけど、イエーイみたいなノリでね、リズムがかかっていて、とにかくそのリズムにどう乗っていくかみたいなところをさえ考えていれば楽しく弾けるっていうのが、すごくこの曲はいいところだなと思っていて、リズム、エレクトーンでかけるリズムでまずこう体のノリを作って、で足がドン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 ってこう確かにビートを刻んでって、そこに左手と右手をこうどんどん絡めていくみたいなね、本当に自分でリズムを作っていけるような曲なので、もう、ね、弾いてて楽しいし、拍も足でね常に取ってるので取りやすいんですよ。そういう意味でこうダンスミュージックとか初めてやるよっていう人には、もう楽しくて練習しやすくてビートも取れるっていうね、すごくいいとこ取りな曲だなと思ってるので、おすすめしたいなと思っています。あとはね、ジャズっぽいピアノの練習がしたいっていう人にも割とおすすめかもしれないです。さっき言ったように16部がすごく多くて、裏拍から入っていく練習にもなりますし、私はジャズをそれなりに弾くようになってからすごく思ったのは、力の抜きどころめちゃめちゃ大事だなっていうところだったんですよ。その練習にもなる。こんだけ細かい音符がつらつら続いてると、全部力入れて弾いてたら絶対弾けないんですよ。間に合わないとか指が痛いとかなる。なのでおのずとどうしたらこうかっこよく弾けるかなって思いながら力を抜く練習っていうのができるかなと。足がね4ビートずんずん刻んでくれてるので、そっちの負荷がやっぱり少ない分だけ、右手とか左手とかのそのピアノとかジャズの雰囲気の出し方みたいなところにだいぶ
注力して練習ができるっていう意味では本当にこの曲は素敵ですね。こういう音楽を今までやってこなかった、ダンスミュージックとか初めてトライするわみたいな人だったり、そのジャズでおけるピアノの弾き方みたいなところをちょっと勉強してみたいみたいな人にはですね、ぜひこちらのジャズアフェクトおすすめします。ちなみにこの曲集の曲もね、私結構今まで弾いてきたんですけど、このジャズアフェクトがね、そういう練習っていう意味ではやっぱり一番いい気がします。他のやつは割とベースが大変だったりとかして考えなきゃいけないことが多いので、ぜひねこのジャズアフェクトお試しいただければと思います。でさっきも冒頭でもねお伝えした通り、こっちが旧版の楽譜ですけど、新しい版の楽譜の方でも02の音でパワーアップして出ているので、こっち私まだ弾いてないけど、ぜひ皆様お試しくださいということで、本日は楽譜レビューと称しまして、モノカオルさんのですねジャズアフェクトの楽譜をレビューしました。もしですねこの動画が参考になったなと思ったら、ぜひいいねボタンでしたっけ高評価のボタン押していただいて、ぜひこの楽曲に挑戦してみてください。それではまた次回どっかのタイミングでお会いしましょう。バイバーイ。